ポリアクリルアミドゲル電気栄動は、アクリルアミドの重合体であるポリアクリルアミドのゲルを使用した電気栄動により、タンパク質や核酸を分離する方法。略してページとも言う。1964年にデイビスとオーンスタインにより導入された。初期には、ガラス管内にゲルを作成して用いる方法であったが、 現在は2枚のガラス板の間にゲルを作成する方法が主流となっており、様々な応用が派生した重要な手法である。ポリアクリルアミドアガロースよりも、さらに分子古い効果が大きく、タンパク質や比較的低分子量の拡散を分離するのに適している。DNA、RNA などの拡散分子はマイナスの電荷を持つため陽極方向に移動する。分子古い効果により、 分子量の小さいものほど長く営動される。拡散分子は、尿素などの編成剤の存在下で、直線上の一本差となり、その長さに応じて精密に分離される。末端に、特定の塩基を有する DNA 断片をこの方法で営動すると、その長さに相当する位置にのみ DNA が検出されるので、塩基配列の決定に用いられる。SDS ページの例。左一列が、 分子量を決めるためのマーカー。右5列が分析対象のタンパク質。タンパク質の家電は種類によって大きく異なるが、影 4K 海面活性剤であるドデシル硫酸ナトリウム存在下では、SDS 分子がタンパク質分子を編成させミセルを作るため、タンパク質分子は全体として陰性に加電し、陽極方向に移動する。 この方法が SDS ポリアクリルアミドゲル電気栄動で拡散の場合と同様に分子量による分離が行える。通常はタンパク質飼料に還元剤であるにメルカプトイタノールを加えて煮沸し SS 結合を切断してから電気栄動するがこれによって分子量を反映した栄動結果が得られる。動後のタンパク質をメンブレンに転写してから免疫染色を行う手法を ウエスタンブロッティングと呼ぶ。ネイティブページは、ポリアクリルアミドゲル電気映動の一種で、編成した、タンパク質を還元してから映動する SDS、ページと異なり、未編成のまま映動するものを指す。タンパク質の等電点、分子量の他に、工事構造や複合体形成の影響で映動が変化するため、目的のタンパク質のバンドがどこに出るか予測するのは、難しい。 延基性のタンパク質は陰極側に移動してしまうので注意を要する。変法にはブルーネイティブページがあるが、これはクマシーブリリアントブルー色素を用いてタンパク質を未編成のまま風に帯電させて移動するもの。しかし3%のページ法で立歩タンパク質を分離分析する方法はバンドの種類等が同定され臨床検査として普及している。 両性イオンを含む干渉液中で、タンパク質を栄動し、糖電点によって分離する方法が糖電点電気、栄動であり、通常は単体としてポリアクリルアミドを用いる。すでにアッポイーフェノタイプの分析に応用したキットが存在する。タンパク質の分析によく用いられる二次元、電気栄動は一次求めで、細長いゲルを用いた糖電点電気栄動を行い、 それを二次求めの SDS ページでさらに分離するのが通常の方法である。ありがとうございます。